それではここでメールを一通お届けします。ラジオネームトゥーパンプスさんから、これからの季節、野外での作業やランニングをするときにマスクをしたままだと熱中症になる危険があります。そこでワークマンのクールネックゲーターがおすすめとのことです。この繊維はですね、ノーベル賞を受賞した方の教授もランニングをするときに愛用しているそうです。ぜひ皆さん試してみてはいかがでしょうか、というメールをいただきました。メールありがとうございました。